お疲れ様です。今日はですね、なんと世界一位に私到達しちゃいましたっていうことで、今2位になってんですけども、はい、アドナンに抜かれてる。今世界2位です。はい、俺より強いやつはこのアドナンしか今いねえよということなんですけど、まあ序盤なんでね、はい、シーズン序盤かまそうかなということでドラ上げしまして、デッキはねロイですね、ロイでやって、まあ、1位いったので、まあちょっとそのリップ軽くね紹介していこうかなと思うよ。久々のリップ紹介かな、なんか当分やってなかった気がする。てか上に上がれてなかった気がするんで、はい、まあ序盤といえどね久々に上がれました。はい、ということで、まあいろいろ見ていこうかなと思います。で、まあ昨日ね、生配信やって、そう1位いったので、まあそのね、試合のこの緊張感的なのをちょっと見たいとかあれば、まあアーカイブぜひね、そう、今月ね、ちょっと生配信多めにやろうかなって思うだけ思ってはいるので、よければね、はい、見に来てください。という感じかな。で、このロイはね、多分1回動画出したんですけど、全シーズン世界1位かな、全シーズン世界1位フィニッシュの人が使ってたデッキなんで、まあさすがに強えやろっていうのでね、はい、パクってやってます。で、このロケコのスタンプなんかね可愛くてちょっと気に入ってますね。はい、なんか音がいいんだよね、ポンみたいな音がね。はい、一番右のなんだっけ、毎日1000ポイントみたいな貯めれるやつ、はい、あれで、まあ、手に入るんで、まあ、ぜひね、コツコツポイント貯めて、ちょっとこのロケ法スタンプ流行らしたいんですね。はい、お願いします。で、今回の相手は、ホッパー、まあ、メガナイトですね。で、このメガナイト使いはね、最近すげえ当たってて、まあ、昨日かな、まあ、この試合の前日に2回ぐらい当たって、これめっちゃ相手のなんか言うのうまいね。そう、綺麗になんか全部うまくいかずに、あれみたいな。あれ完封するぐらいの防衛だと思ってたんですけど、ボコスカいかれてます。そう、2回ぐらい当たって1勝1敗で、しかもだいぶスタンプかまされてて、こいつだけはしばかにはおえんと、はい、言ったところでのマッチアップなんで、めちゃくちゃ気合入ってます、この時の俺はね、はい、こいつやんっつって名前覚えたかんな、はい、名前とデッキをね、さすがに3回目なんで、まあ、1勝1敗でマッチして、これ勝った方がね、はい、本物ですよといったところで、まあ、ロイ対メガナイトはね、まあ、ロイの方が基本的に相性はいい。まあ、負けるとしたら、まあ、メガナイトプリンス組まれて追加ユーノとかが止まんなくてみたいな、まあ、あとファイブなんでね、圧着が地味やですねといったところで、まあ、注目してほしい点はやっぱ防衛ですかね。ロイはやっぱ勝手に入るんで、はい、限界突破したら強いし、なんでこういうとこね、いや止まらんやろっていう風に思うんですけど、いや俺も思ってるけど、なんかね、真ん中の方にとりあえず集めて、後からなんか適当でみたいな感じで、さあウォールブレーカーも抑えつつ、いやメガナイトも金起動していっての、あれはまあ今の攻めで考えると完封です。やばくない？今のなんで止まるんっていう、どう考えても絶望でね、多分相手もああ勝ったんじゃないか思っててもおかしくないんですけど、はい、なぜか守れるのがやっぱトリトンの強いところで、圧着食いはね意外とファイボに弱いので、まあ、ファイボプラスタルとかでしばいていきながら、まあ、右サイドはね許容できますね、これは。で LSP で言うのも抑えての、もう回ってきたらロイよね、 LSP 走るんかいっつって、さあトリトン使って、これメガナイト来たらね渋いなーって考えてました。はい、けどね、あ来たんか、いや渋いやんじゃん。だけど鳥間真ん中に集めるんですよ、何でも鳥間真ん中に集めるとやっぱキング動いてるし、逆サイもね攻撃してくれるんで、こんな感じで。でさ、言うのは別に許容していいよねっていう判断ですね。入るんかいで、これやばいよね、だいぶ焦ってます。はい、だいぶ焦って、この後なんか変っぽいことする気がする俺。マジでだいぶ焦ったんで、いやマジでこれマジでランバーとつけていいのに、マジで焦りすぎてるよ、やばいっつって。メガナイト来るやんと思ってたら来なかったんですよね。そしたらなんか意外と相手が圧着も使ってくれて、相手が守りすぎてくれたんですよね。ラッキーっつってロイで攻めて、まあさすがにこれ抑えるのはむずいんじゃないのって思いながらの、さあロイパンチ炸裂、まあ限界突破してようがまあ、ロイジア壊れですから、はい。やっぱ強いね、ロイジア。トリトンも優秀だよねっていうので、はい。真ん中トリトンね、やっぱ大事ですね。で、まあ、このデッキ途中はなんかドリルとか使ってて、まあ、この辺から使い出して、合計だと16戦13勝3敗で、まあ、1位までいったんですよね。だからだいぶ勝率も高かったね。そう、弱点が少ない。まあ、施設持ちがちょっと厄介かなみたいな感じかな。さあ、じゃあ迫撃砲もね、見ていくか。迫撃ね、まあ、俺的にそんな強くないし、まあ、多分実際そんな強くないんですよ。そう。まあ、でも、このゲンオスランは、まあ、グローバル大会で世界1位フィニッシュしてて、マルチもまあ1桁フィニッシュで、世界大会も出てましたかね。去年かな。はい。っていう、まあ、だいぶ海外の猛者ではあるんですけど、まあ、猛者だろうが猛者じゃないが、もう結露です。はい。相手が高回転だったら、もう基本結露死毒ですね。で、この結露したロイが、通んなくていいんですよ。てか、通んないんですよ。まあ、序盤だと特に。はい。まあ、一応攻めるんですけど、こんな感じで。通ればラッキー程度で。まあ、基本通んないんですよね。まあ、けど、結露するのが大事です。これで、なんだろうね、そのエリクサーのアドバンテージを少しずつ取っていきたいんですよね。まあ、今、この感じにはまあトントンなんで、別に、そんななんですけど、やっぱ相手が守りすぎたりしてくれるんでね。これを繰り返していくと、いつかね、2周目ロイが刺さるタイミングがあるんですけども、はい、ヤンチーボーイ、いきますね、ランバーロイ。いや、これはマイティがいないと、ロイが止まんないだろっていうのを考えて、マイティいないサイクルで行ったんですけど、綺麗にマイティに掘られましたね。はい、かわいそうに。いや、これはね、まあ相手の防衛がちょっと上手いというか、まあ仕方ないかなっていう。正直これでもう1000ぐらいまで削りたい。はい。いやでもマジこんなね、言ったら雑なんですけど、もうランパロイしとけば勝てるみたいな感じ一切。限界突破ね。マジで強い。ロイ。まあロケオも強い。それはね、最近ずっと言ってますけど、やっぱロケオとロイが飛び抜けて強いんで、まあ今使いたいならこのどっちかをね、育てるのが、まあだいぶね、トロ上げにはおすすめではあるけど、まあどうせ下放されるんですけど、予想ね。まあ、いつ下放されんのって話なんでね。さあ悩みながらの結露いい。で、まあ相手の迫撃も3回に1回進化してくるんでね。まあ3回に1回なんで、まあそんなね、俺のロイの方がちょっとペース早いっていうのは、いいとこよね。さあでもこの辺から多分、両サイ攻めにっていくんですけど、この血液レシピは、俺からしたらマイディのリセットでレシピしかないんで絶対しない方がいいんですよね、まあ、絶対しない方がいいんですけど、まあ、やっちゃうのが俺みたいなのがあるんで、はい、まあ良くないですよね。でこれもうね陸なくてうわーみたいな、まあでもちょっと許容しながら、はい、まあ、この後勝てばいいしなーっていう気楽に。でこれこの状況見てほしいんですけども、相手コスト俺より4ぐらい少ないんですよ。だからこれでエリアド取ってる、エリアド取ってる。さあもう一回結露です。今4エリクサーリードしてます。こう結露組何回もしてエリクサーアドバンテージを取って最後に放出して勝つわけですよね。はい、これもう放出の準備してます。逆サイクね。でマイティ引っ張って、マイティがいなければロイが止まらない。いやもう完璧ですね。で逆サイ行って、なんで左のロイはまあ刺さればラッキーで、まあ、本命は右みたいなね。さあでここはもう仕掛け得ですよね。相手きついきついのあのマスクをしばきたい。LSP 届いた5をこのねバーバミーリ残ったのでかすぎるよね。であとはまあ限界突破も暴れてくれよっていう、はい、スキーしてくれで一発で仕留めますよと。なんでまあ結構通んないよね。見た感じ全然通んないんですけど、まあ相手の防衛うまいのもあってね。けどね、うちの限界突破舐めちゃあかんよっていう。はい。いつか相手がついてこれなくなるんだね。で、まあ、インフェに負けてって感じかな。まあ、ちょっとインフェやっぱ厄介だよね。で、流行りのボムドリルか。まあ、これもね、俺もすげえ愛用してるんですけど、ラバに勝てるんですよね。多分相性いい。上のドリルデッキがね。まあ、施設トルネと、まあ、高回転ロキコっていうので、マジで幅広く戦えて強いけども、ロイもね、マジで強い。で、これハンター型なんですよ、特徴なのが。そう、ロイといえば最近やっぱフェニーなんですよね。けど、まあ、ハンターのメリットとしては、まあ、ラバに勝てる。まあ、絶対じゃない。てか全然負けるけど、ラバに対して、フェニックスだともう 100-0 で勝てないんですけど、まあワンチャンができるっていうので、多分ハンターなのかな。まああとロイ対決もちょっと強いよね。まあみたいな感じかな。はい。さあ、もうここなんかロイ行ってもそうですけど、結局ボムとかでしばかれるんだよ。まあ今回もまた同じですね。対戦相手が、まあまたゴレとかラバとかになってくると、結露って意味ないんですけど、あ、これ、多分守れる判断で攻めますね。LSP でキング起動で、樽だけで守れるよなと思って攻めたんですけど、まあ樽のタイミングちょっと早かったね。で、俺の方が損しちゃうっていう。まあ、悪い判断ではなかったんですけどね。樽がただ下手くそでしたね。っていう感じかな。そう。あ、で、大型相手には、血雷はほんとね、損なんで。相手が大型だったらしない。そう。まあでも、初手ロイは、マジで強いから、限界突破してたらね。してたらの話ですよ。2周目のロイがすぐ回って、限界突破チンパンできるんで、あ、もうやり得なんですよ。もしそれでね、血ロイして、相手ラバだったらどうすんですかってね、多分意見あると思うんですけど、まあ、そこは2パターンあって、その、相手がラバデッキだな、っていうか、高回転だなって分かってから血ロイするパターンと、まあギャンブルでね、まあ、ラバかもしんないけど結論してラバだった場合は、まあ諦める。はい。まあ諦めるというか、まあもしかしたら勝てるかもしれないけど、と思いながらね、気楽になったから、その、もともと勝てないんで、その、別に結論しようがしまいが勝てない。で、結論したら他に勝ちやすくなるから、まあ結論した方が得やん。どうせラバ引いたら勝てないんだからね。はい。っていうぐらいの、まあ軽い気持ちで、軽すぎるけど、そんぐらいのね、気持ちでやるのがやっぱ大事だよね。はい。結露。いや、だから、自分ロイで、相手に先に結露されて、自分ロイないみたいな。あ、マジ渋いっすよね。はい。ショットロイが強い。これロ結構来るだろうなの、高めトリトンですね。いや、そしたらたまたま連れ出すけどね。いや、これは、どう考えても相手攻めすぎ。まあ、行くっしょ。で、多分、ボムのタゲを取りたいタルバボをやると思うんだよ。ああ、やりますね。はい。これでロイが延命されるんですよ。ボム一発ぐらい受けてないんで。で、あとはロキコにファイボのトリトンにマイティけど、結構相手の防衛がうまいのよ、これ。そう。綺麗に守られるけど、今アドやばいっしょ。6アドぐらい取ってるんで、まあ、ボムも割いてるし、さすがにイケイケドっぽいっしょで、いきますよね。マイティだけ強いんだよね。このマイティだけしばけたら、俺からしたら結構幸せなんで、マイティだけしばいて、ボムにファイボー。いや、もうどう考えても勝ちな流れなんですけど、この相手の粘りがね、すごすぎる。で、抑えられるんですよ。みたいな。でも、さすがに、押してるから、行くよね。もう、ここから端前ラッシュ。お前、その、ロイジャイって本当にこんな立ち回りでええんかっつって。なんか、ゴーレム使いの最後のラッシュ。さあ、もうユニットぶっ破して、いや、でもこれもまだ耐えてくるんですよ。いや、だるいだるいだるいと思いながら、ファイブもっと早く打てばいいのに、ちょっと遅めに打っちゃって、トリトンがでもへばりついて、回してね、フィニッシュかな。いや、だから、いや、意外と守られるなっていう思いがありながらのね。さあ、トレンドで剥がされるものの、ファイブでっていう。まあだから、結局こうなったのも、結露したっつったよね。したと思うんですけど、まあ結露。あ、でも今回はあれか。相手がめっちゃ攻めてきてたんで、まあユニットが残ってたら、まあ単純にロイつけて、あとボムとかインフェのタゲを取るタルババが強えな。タルババです。最近。時代が来てます。ぶっちゃけその、今まで100ウッドだったんですけど、なぜか急に流行ってます。はい。インフェのタゲ取れるし、ボムのタゲも取れるし、なんかロイジャーの近くにいるユニットにね、攻撃してくれるっていうので、なんかウッドよりもタルの方がちょっと多くなってる印象があります。今までだとありえないね。だってホグとかでも、ね、絶対ずっとウッドだし、ロイも当たり前にウッドだったんですよ。そうだからホグで急にねポイズンになってるようなもんよ今。みたいな違和感しかないんですけど、まあちょっと時代はタルベーということで、はい、まあこれなんか相手がのんびりしてたんでファイブ打ってダメージ稼ごうかなと思ったらちょっとピンチになるっていうね。はい。よいしょ。これで一発入るのがいて、でこのロイじゃあ何に負けんのって話ですけど、まあ、3回負けたのはね、1回施設ロイ、2回がインフェで、もう1個はまあ忘れたんですけど、まあやっぱ施設、インフェ、まあ、あとはまあラバルはちょっとだるいかなあ。てかラバに負けたわ。はい、そうっすねって感じだと思います。でこの相手なんかね、ボムタワーの位置が1個これ低くてね、ファイブ当たるんですよね。そうだからわざとファイブを誘ってロケコを延命しようとしてんのかミスってんのか分かんなくて、まあでもボム早めに置いてたんでもう壊れて、あれみたいな、んなんかロイジャイごめんねみたいな、はいはいみたいな、もう気づいたらタワー折れちゃったっていう、もうぶっ壊れ特有のね、あるよね、ぶっ壊れあるある。えこれで勝てんのっていう。また普通のロイだったらね、ユニットも残るだろうし、そんな破壊力もないだろうしっていうので、いやもうぶっ壊れやんっていういやマジでちゃんと強いわ。なんかロケ砲使ってて、いや正直ロイよりねロケ砲ってなってんすよ俺の中で。あこのトレーナーアドランは今世界一位のやつなんですけど、めちゃくちゃうまいっす。はいびっくりしたっす。てかもうあ負けたなと思ったんですけど、なんか知らんけど勝ってた。まあロイが強いんでしょうけどっていう試合ですね。なんでこのホグ使いとかはめちゃくちゃこれ見た方がいいっすよ。何が俺らと違うのかっていうのを、まあ、僕も分かる範囲で説明しようと思うんですけど、これもやっててこの日で一番うまかった相手ですね、うん、しかも初っ端のホグこれ近畿度できてる状態なんで、だいぶ有利な展開でね始められてるんですけど、なんか他とね違いましたね動きが。うんなんかされて嫌な感じでしたね。これはまあ攻めようかなと思ってランパ出したんですけど、いやロケコ来たしなーと思って諦めました。はい5打ってまあでトリトンはしっかりまあ1って感じか。いやそう最近だからロケコめっちゃハマってたんですけど、やっぱロイジャイもなんだかんだ強いよねっていう。いやここのねやっぱマイティいるからホグでトリトン防衛しにくいよねのね、しっかりマイティがいるサイクルのホグ、そしてここのねいや射抜いてくるんだと思ってロケコね、まあ俺はこれちょっとエリアドって考えてもう無視して結露だと思いますね。樽とか使わずにね、やっぱアドを取っていく、結露しなきゃでもやっぱ勝てないんで、基本はね相手が超攻めてこない限りは基本結露でやっぱ流れをつかむ。いやもうロイジャイ強すぎて、いやでも気持ちいいね。そのなんかうわー負けたわーとか思う試合もなんだかんだ勝てたりして、あこれねうまいね、マイティを引っ張るかホグを引っ張るかでどっちかが絶対刺さるか残るっていう。トリトンじゃなくてタイミングの方かなと思うんですけど、ちょっとねロケコハマってたけどね、さすがに警戒、ああ警戒してない俺悪い。やしかもこれ延命されるんですよね、やばい俺やれると思ってたんで、まあでもエルスピル無理やりやってみたいな。あここの見てウッド、このウッドです。このボムタワーを微妙に延命するこのウッドをしっかり打つことによってボムが多分ね通常より一発多くロイ溶かすし、その間タワー攻撃されないしっていう、やっぱ防衛のね施設を延命するウッドがね本当にうまいです。最近なんかよくあるトロ5000なんですけどとか6000なんですけどっていう上がれませんみたいなのは、この施設を延命するのがうまいよ。まあ施設じゃなくてもユニットでもなんですけど、うんユニットと延命する、簡単に処理させないよね。ロケコとかもねこれ、まあ、ファイボだとワンパンですけど、さっきも樽で転がしたらね延命されるみたいな。これでもまたボムを樽で竹取って、これが強いレイジ落ちるで、俺マイティ読みのトリトンでロケコにはファイボ、いや一気にやばいっしょ、ダメージ差3000ちょっとあったけどさ追いつく。でこれまた俺がちょっと後取ってる状況で、まあ、ホグだけ嫌だなと思ったら相手がクエイク削りしてきたんで、もう息毒っすよね。攻めて攻めて攻めて、またマイティだけ嫌だ、さあボムの竹を取るトリトンして、でファイボでもう削るしかない。最後うっやめてマジで 0.1 秒ぐらいでしたね。戦ってくロイの一発403ぐらいで、相手のタワー388とかだったんで、まあ、マジでギリっすね。てかぶっちゃけもう負け試合なんですけど、そう、まあ、最後の最後がやっぱ強いね。うん。樽のタゲ取りも強いね。そう、樽側がね、まあ、マイティノックバックできないとかは、すごい厄介なんですけど、そう、施設のタゲを一瞬取れるとか、ロケコをね、ワンチャン処せるっていうのが強すぎて、うん。最近時代来てますね、樽ババがね。で、これはまあ、ジャイスパー変なので、まあ、ラバだなと思って、まあ、こうトリトンのランバー出して陸でちょっと圧かけてんですけど、まさかのスパーキー来て、ハゲそう。で、まあ、逆サイ無視されんのも嫌だなと思って、まあ、ちょっと暇だしね、ちょっかい出して、って感じかな。で、まあ、スパーキーとかも、これメガナイトと一緒で、もう全部真ん中、集合させればいいだけなんで、はい。サミットカード使ってね、みんな合流。まあ、スケに打ってくれたら嬉しいよね。いいよね。で、しかも、スパーキーのこれ一回ね、発射させることもできるから、そう考えたら超強えの、タルゴは。うん。で、まあ、ここはもう勝ったんじゃないと思いながら、いや、めっちゃ止まったんですよね。まあ、ババザップまで打たれてるのもあるけど、いや、思ったより守られちゃったなーって感じでちょっと泣いてますね。で、スパーキー相手にはまあ、フェニックスの方が言ったら後ろから合わせやすいんで、まあ、ハンターかと思いながら、まあ、LSP のリセット、トリトンで早めに引っ張る、タルでもう一回受ける、スケでも受けれる。しっかりこの受けを毎回別々でいけば、まあ、ある程度は大丈夫かなっていうところで、いや、まあ、これされたらもう、だいぶ暇なんですけどね、俺。これどうすんだ？悩んでる。さあ、悩んでケツランバー。餌でさえ。餌あげて、でも一回多分別に打たせるかな。打たせないか。あ、打たせようとしたけど、打たせれなくて、なんか全てが失敗した。ね、ここちょっと落ち着いてね、一回ね。さあ、まあ、どうしようか考えて、ファイブを打たずに、いや、スケーでタゲ取ろうとしたけど、相手の読み穴がね、天才スキル。なんでこういうさ、ちょっと尖ったデッキとかさ、ペッカ使いとかエリババ使いはその、呪文だけうまいんっていう。まあ、呪文以外もうまいですよ。うまいんですけど、なんかこの、読み穴めと読みザップのこの正確さが異常なんですよね。そこだけなんか長けてますよね。さあ、まあさすがにこの5打って、まずスケに打たせる。で、樽に次は打たせる。こうしっかりね、分けて、毎回、だから、スケとタルババが両方1回で打たれるとか、トリトンハンターが打たれるとかがなければ、まあ、基本大丈夫だよねと。で、これババ来るの分かってんで、もう5持って、ストックタル、5タルで一応この限界突破解けるんで。いやー、強すぎー。しかも、ハミスケパンティー。いやー、強いね、スケルトン。で、これはもう美味しいよね。正直許容すればいいんで、これでまた多分行くっしょ。はい。おー、美味しい、ババいないしとか思ってたんですけど、意外とこのスパーキーで、ちょっと怖くねっていう状況ではある。けども、まあ、5日周圏内ではある。で、結局真ん中に寄せれば、最強なんだよね。はい。5打つか。さあ、スケで1回、タルで2回目。で、LSP でもう1回あるけど、LSP もいらないかなっていう、このね。あ、この2がもう美味しいですね。完全無視で、ロイでいいんで。まあ、相手も察してますね。あ、やっちゃった、つって。さあ、限界突破おじさん。あんた強すぎるよ。ロケコも強すぎるけど、ロイジャイもしっかり強すぎるっすね。本当に、この2体だけが最強。で、最後勝てば世界1位で、まあ、チームリキッドイコールですね。はい。ガイーン！ゴブリンバーナー流行ってんだ。インゴールは、もう世界大会にも出てるし、世界一フィニッシュも何回もしてるし、世界一桁もめっちゃ出てるし、もうマルチのプロ。まあ、プロですけど、マルチのプロみたいなね。ほんとバケモンです。で、しかも今日一回負けたんですよ。なんで、まあ、リベンジっすね。で、なんかしかもすげえなんかこう、無課金迫撃使ってんですよね。やばくない？迫撃で。まあ、限界突破迫撃ではある。まあ、小物系しかいないしさ、迫撃割いたらね、ロイジェイ止まらんやと思うんですけど、このアイスピーウッド、いや完封嘘だろ。いや今ので一発も殴んないって考えたらさ、落ち着きすぎじゃね防衛が。アイスピーウッドのタイミングも多分うまいんですよね、あのね、絶妙なね。まあ俺はでもやっぱ結露したいけど、迫撃の受けに、ああもう攻めるっすね。迫撃ねえんならあんた止まらんやろっつって攻めて、コウモリにレシピ、アーチャーにファイブを構えてるんですけど、いやーこのね、防衛うますぎて、いや一発なんですよ。しかも俺が迫撃のダメージ受けるから俺の方が負けるっていう。いやなんかこの迫撃とかねやっぱ使ってる人多いと思うんですけど、こういうなんか無駄のない防衛がねやっぱ大事になってくるよね。嫌だなこの迫撃っつってゴブリン飛んでくるし、まあ一旦ね手堅くねゴブリンいるしな。まあまあでも迫撃やっぱそんな強くない。なんか LSP 変なとこに出してんだこいつ、なんでコウモリのなんかすごい遠目に出してた。あまあでこの LSP ちょっと美味しいね。さあグッドゲームは多分限界突破ライン2周目きついな。コウモリに LSP アーチャーに5打てるんで、まあ、どう考えても俺の方が相性はいいと思うんですけど、まあ、怖いのはねやっぱスケルトンをトルネードで剥がしてきたりするんですよね。無理やりダメージ稼ぐってこういうアーチャーのね延命もねうまいんですよね。これがまたね、いやーこのアーチャーややんと思いながら、いやでも限界突破ロイ強すぎて一発撃とうとするんですよね。いやもうなんかごめんっつって、強くてごめんねロイジェイ。まあ課金したしねさあまあここはトルネードもちょっと考えながらの、まあ回ってないか逆にねしながら、さあしっかり竹取る。まあ俺はね迫撃のダメージ入れなければまあなんとかなるやろっていう。さあでここで、まあ、スワッツ入るから許容っすね。これも相手はでも結露です。多分もうこんなに結露するんだぐらい結露します。いやでこれがねうまいのよ。もう今スケとか、まあ、何でも溶かすよう外すよう読み取るんですね。でこれ禁忌してなかったら迫撃これ700入ります。なんか落下時の500ぐらいと400とゴブリン2発か、まあ、けどね近軌道してるんでそんな入らない。もう両サイねこれも右も左もどっこい一緒でめちゃくちゃ入る、まあ、あの迫撃をねやっぱ守りすぎなかったのがねいいよね。さあ右がめっちゃ入るし左も入りまくる。笑うしかない。もう一発気合いでさあファイブ圏内。さあまさかのねロイが爆発してます。マジで強え、気持ちよすぎんだろっていうね。まあ、迫撃入るとさちょっと怖いけど、まあ結局多少無視できる強さではあるからね。さあということで世界一行きましたという感じかな。まあ2位ではあるんですけど、いやあとなの高っちょっと待って、めっちゃ高え。70ぐらい俺より高え。3勝ぐらいしないと届かないっていうね、やばいね。まあちょっとまたね明日かこの動画上がっていいか生配信もやってね追い抜こうと思うんで、はい、よければ見に来てください。チャンネル登録もお願いします。ロイみんなね、限界突破しましょう。まあ、ロイロケッコかな。下放されるんですけど、めっちゃ強いです。では、大塚ちゃんです。